は、むい&かっちゃんねるのかっちゃんです。はい、むいです。びっくりした。で、今度は、ここ、バベンの赤猫と、バベン猫で有名なこの木がすごいとのことでしたな、まず。そうですね。っていうかもうあの近くに来た時にテンションが上がった、かっちゃんのテンションが上がるぐらいにはもうね、変な話、はい、鳥肌スタンダップなんですよすごい怖いんですよ、ここ。怨念ですか、それは。怨念、まあそうだろうな。あのそもそもがその猫がそもそもはあのまあ話に聞くと可愛がられた、ね、猫が夜な夜な来て女の人になって人を襲うっていう話らしいんですけど、てかまあ化け猫がねいたっていうお話で、そうそう。だけど今僕こうやって見てると取り憑かれた女の人、おばあさん、猫が女の人になっちゃうんじゃなくて若い女性が猫に取り憑かれたっていう、若い人が、へい、はい。なんで化け猫イコールおばあさんになる。え、なんかそんなエピソード書いてなかったっけって今頭の中のエピソード引っ張り出してる。そう、みんななんかさ化け猫イコール、おばあさんって言うの。どこの現象もそんな感じなんでしょう。オーブは映りますか。オーブ映らないですね。てかオーブいるんですか。いないです。あら、 目でも全然追えないですはい、ただ一応撮っておくかなと。かっちゃんの目で映らんなら多分映らないんだよな、オーブは。映らないと思います。ね、あの僕映すより木を映してください。ここであの夜な夜なその人を襲ってたって言ってるんですけど、もうこの木に登って待機してるような感じ、それともこの下で。この木はね、生命を持ってるんですよ、すごく。不気味な生命と悲しい生命を。よくわかりませんな。なんでその怨念が、怨念か知らんけど感情が木にこもってんだ。ここで死んだわけじゃないっすもんな。違う。要は可愛がられた猫が、可愛がってた主はいるんだけど、いじめられた、ね、やつも、いじめてた猫、ね、人もいるのよ。で夜な夜なその猫がに人間になるんじゃなくて、その猫がの怨念が若い女性に取り付いたっていうのが多分正しいと思います、うんうんうん、僕には見る限り。ここは多分実在する話だと思う。これは人間嫌いの猫が人間嫌い、いや人間が大好きなんだけどいじめられた分お返しをしたするっていう。で多分そのいじめた人は男なんでしょうな。あの女の人はまだ来ていいって言ってたあれで。そう、女の人がほんで結局化け猫だっつって退治されたって言った方が正しいんじゃないかな。さっきまで匂いかからないのに匂いが変わったんだよ。そうね、なんか変な匂いするようになってきたね。変な匂いするようになってきた。ここにさ、これ書いてあるんだけどさ、はい、多分猫の、猫が女の人が猫に、猫が女の人になったっていうのは多分僕は違うと思います。光向こう向けて。どっち？左？右？はい、匂いがすごい、やばい匂いしてきたね。あ、よくない匂いですかこれ。うん、よくない匂いだね。山臭い匂いですね。具体的にはこの匂いはどんな悪いことが起こる感じ？まあ、たたられるっていう、ね、ギャーッ。やっぱり男二人で来るのは良くないようだ。
はよっしゃ。さあ、行きましょうか。早っ。え、この匂い漂ってると長く降りたくない。おう、なるほど。やっぱり女の人いないとダメな場所ですか、ここは。あ、 男だけで来ると危険なところ。女の人を連れてくると危険だろうな。どう来るのが正解なんだ、来ないのが正解なんだ。来ない方がいいっていうやつだ。でもまあ観光地だろうな。まあ一種の妖怪伝説っていうか、伝承があるところですからね。まあ実在する話には間違いない。すごいな、なんか一つでもなんていうの、そういうお話が元ネタが実在するっていうのがすごいよ。うん、全部水木しげる先生の作品ではないのか。水木しげるさんの話やろ。